敗する。時間食っちまった。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東条会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア外はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア外以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが
最妖怪ボスからの答えです。